どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、新千歳空港に来ております。で、今回ですね、長きにわたりました ANA のね、ダイヤモンド修行なんですけども、今日でね、最後ということで、本当に皆さんね、お付き合い今までありがとうございましたということで、最後のね、ANA のダイヤモンド修行ね、今回行きたいと思います。で、今回ですね、この新千歳空港からですね、羽田を経由して福岡で、福岡から名古屋を経由して千歳っていうルートでね、今回 ANA のダイヤモンド修行ということで行きたいと思います。いやー、長かったようで短いですね、本当に。ということで、この羽田から千歳から羽田経由して福岡、こちらなんですけども、ここもね、結構ね、 PP 単価が良くてですね、ちょっとメモ取ってきたので読み上げちゃいますけども、千歳から羽田が965、羽田から福岡が1050、福岡から名古屋が761、名古屋から千歳が1121、まあこういった感じになっておりまして、全部でね、3897プレミアムポイントがね、稼ぐことができます。で、ここ価格はですね、50,420円ということで、今回ね、 PP2 倍キャンペーン乗れておりますんで、7794プレミアムポイント稼げて、 PP 単価はね、 6.46 円ということで、まあ2倍キャンペーンでね、6.46円、まあちょっと悪いかな、そんなに良くないかな、はい。まあ今回もね、バリュートランジット28で千歳から羽田で福岡で、福岡から名古屋、札幌っていった形で、まあこの経由するのはね、まあ自分で選べるわけなんですけども、まあこういったルートもね、バリュートランジットありますんで、今後ね、使用される方はね、参考にしてみてください。ということで、今ね、結構早いんです。今ね、6時過ぎということで、本日フライトは7時じゃない、8時ということで、結構早めに着きましたね。あんまりね、土地勘がある場所はないんで、ちょっと早めに出てきたらですね、完全に早すぎたんですけども、まだね、あの朝ごはんも何もいただいておりませんので、ANA のね、スイートラウンジ入っておにぎりでもね、いただきたいと思います。ということで、最後のね、 ANA のダイヤモンド修行行きたいと思います。それでは早速ね、チェックインしていきましょう。もうチェックインする気満々でね、 ANA プレミアムチェックイン来たんですけど、まだやってないですねまだクローズ中です。ということで、この辺でちょっと待ちましょう。 ANA にてご出発のお客様は ANA 5番カウンターにお越しください。それはね、無事チェックイン済みました。今回ね、一応ね、3区間発見してくれましたね。映ってるな、はい、3枚あります。まあ、ひとまずね、一発目は、新千歳から羽田ですね。ANA 4712便ですね。これはエアドゥだったかな、多分そうだと思いますね、はい。ということで、今ね、まだこの搭乗ゲートもね、誰も全然いない感じで、非常にあれですね、あの ANA のね、係員の方とかね、そういう方しかいらっしゃいません。ちょっとね、飛行機見に行きましょう。ちょっとね、ギリギリラインまで来たんですけど、ちょっとあれですね、新千歳空港のこの窓のね、前がね、これね、あれ到着ルートなんですよね。ですんで、ちょっとね、ギリギリまで見えないですね。飛行機見たいんだったら、スイートラウンジの方がよく見えるかもしれないですね。ということで、ラウンジ行きましょう。それではね、ラウンジ入ってきました。やはりね、ラウンジの方が窓から近いんでね、飛行機よく見えますね。エアドゥ767ですね、こちらが。で、こっち側の方にね、ANA の飛行機が2機止まってます。いやー、やっぱりいいですね。では、こちらで飛行機を楽しみながら、朝食のおにぎりいただきましょう。それでは、いただきます。ツナマヨ。国内線のスイートラウンジのこのおにぎりも、収容が終わったら、まあしばらく食べなくなりますかねって言いながら、その翌週普通にどこか飛ぶかもしれないですけどちょっとまだ予定決まってないんでね。でも、このツナマヨめちゃくちゃうまいですね。それはね、あとはゆっくり食べて、あ、でも結構時間ない、1時間以上ありますね。ちょっとね、
仕事ポチポチしたいと思います。ではゆっくりします。それではラウンジを出て搭乗ゲートに着きました。本日はこちらですね、エアドゥ012ANA4712 です。もう間もなくね、事前改札サービス始まると思います。ではここら辺で待っておりましょう。エアドゥタラビに ANA よりご案内いたします。大変お待たせいたしました。東京羽田空港行き1時発エアドゥ12便共同運航便 ANA4712 便をご利用のボーディンググループ4番から6番をお持ちのお客様、並びに当便ご利用のすべてのお客様、どうぞ8番搭乗口よりご搭乗ください。下がってもう一度か、それはね、無事登場いたしました。前もこの座席だった気がしますね。今回 2A という座席なんですけども、エアディということでボーイング 767-300 です。今回ね、232という座席ですね。結構ね、エア画面の時はね、空いてる感じだったんですけど、どうなんですかね。今ね、かなりお客さんがね、続々と入ってきております。でですね、今回ね、窓際 2A という座席なので、バッチリね、外を楽しみます。ちょっと隣にね、飛行機止まってるんですけど車輪しか見えない。ボーイング787っていうことだけは分かりますけどということで、モニターはね、ありませんので、足元はね、こんな感じです。はい、どうでしょうかね、はい、こんな感じになってます。こっち側にね、こっち側にイヤホンジャックと、こっち側にイヤホンジャックと、あと読書と、あとリクライニングのボタン、これだけですかね。 USB 等々もないです。ということで、ちょっと寂しいですけども、 ANA ダイヤモンド仕様最後の4分開始となります。いや、寂しいな。ただいま客室乗務員が安全の確認を行っています。シートベルトは腰の低い位置で、ねじれ緩みがないようしっかりとしてください。テーブルとリクライニングは元の位置にお戻しになり、手荷物は前の座席の下奥までしっかりお入れください。雲の上に
サービス始まりました。相変わらず可愛いですね。今ね、この顔に絵を描いてインスタグラムに投稿するとエアドゥのグッズがもらえるらしいですね。概要欄に公式サイト載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。そういうね、アナウンスはあるんですけど、特にボールペンを貸してくれるわけではないので、ボールペンをね、持ってない私はちょっとね、参戦できないんですよね。いや、これは持ってくればよかったですね。ということで、いただきたいと思います。それではいただきます。いや、でもあれなんですね、感染拡大防止の観点から飲み物を手渡しするんじゃなくて、ここのあるじゃないですか、座席のテーブルの上、ここに飲み物をサービスするっていうね、アナウンスがありましたね。前回もそうだった気がなんとなくするんですけど、うん、エンネとかね、全然そんなことないんだ。これはエアドゥだけですよね。確かにね、ANA の飛行機の普通にドリンク手渡しになっちゃいますもんね。座席がね、近ければあれですけどね、手は届けばいいですもんね。今回ね、そのようなアナウンスが、ね、ありました。びっくりしました。前どうだったの？すごい急に日差しが入ってきて顔飛んじゃってますけど、まあいいでしょう。いや、非常に美味しいですね。では、これです。これですかね。では、あとね、1時間ぐらいですかね。すぐドリンクサービス始まったんで、あと1時間ぐらいあると思いますけど、ゆっくり楽しみたいと思います。それはね、まもなく着陸となります。油断したらね、油断してたら爆睡してましたね。それでは羽田空港到着いたしました。でね、今ね60番ゲート付近に来たんですけども、15分ぐらいねありますんで、スイートラウンジ行きましょうかね。はい、ちょっとね、一杯飲み物でも飲んでから搭乗ねしていきたいと思います。いや、昼間のね羽田空港結構混雑しておりますね。まあでも朝一の時間帯が一番混んで、まあ、このぐらい時点ね、逆にちょっと少のかもしれないですね。この前のね、本当に早朝便とかめちゃくちゃすごかったですからね。ということで、スイートラウンジちょっと行って搭乗していきたいと思います。
今回ね60番ゲートということで、こちらの ANA ラウンジの方が、ね、近いんで ANA ラウンジでちょっとゆっくりして登場していきたいと思います。いや久しぶりですね ANA ラウンジ。それではラウンジ入ってきました。それではね、ANA ラウンジを出て搭乗ゲートに来ました。まあ、こちらはね、私が乗る飛行機ではなくてこっちなんですけど、ほとんど見えておりません。あとね、5分ぐらいで搭乗開始になると思いますんで、ここら辺で待ちたいと思います。それではね、無事に搭乗いたしました。今回いいですね、国際線座席ですね。ボーイング787です。ということで、今回ね、モニターありです。いや、いいですね。このような感じで、USB とイヤホンジャック、でリモコンですね、あります。で、この安全の処理と、エチケット袋ですね。で、座席はこんな感じですけども、はい、いいです。はい、十分ではないでしょうか。それではですね、ここは28という窓側の座席です。座席配列は333ですね。今ね、隣にもボーイング787が映っておりますね。搭乗率はね、結構入ってますね。なんですけども、私の隣と隣の隣はね、空いているということで、いや、かなりありがたいですね。これは隕石ブロックなのか、ちょっとわかんないですけども、今のところは空いております。それではね、もうしばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。酸素マスクが降りてきた際は、マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸します。If oxygen masks drop down, pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. それでは無事に離陸しました。約ね、1時間半ぐらいのフライトですね。楽しんでいきたいと思います。いや、モニターは座席なんでいいですね。それでは、ドリンクサービスが始まりました。今ね、この席、まあ、フライト閉めればいい話なんですけど、結構ね、外の方出てると日差しが直に来てね、結構暑いんで、冷たいアップルジュースにしました。ではいただきます。
でですね、肉眼だとね結構綺麗に見えるんですけど、カメラだとねちょっと角度的にあんまり見えないんですけど、ちょうどね翼の下のギザギザのねエンジンカーブがね結構見えるんですけど、28円っていうんですけど、かっこいいです。かなりね細かいポイントなんですけど、ちょっとカメラだと微妙ですね。まあ、エンジンカーだと結構綺麗に見えるんですけど、それでは間もなく着陸となります。ご案内いたします。ちょうどね雲の上を撮っていて非常に綺麗ですね。大きく揺れる可能性がございます。若干揺れてる感じもしますけど、そこまで大きな揺れではないですね。間もなく福岡空港到着です。それでは無事に福岡空港を到着いたしました。羽のちょっと後ろだとこの羽のパタパタが見れていいですね。おー、エバー航空の飛行機が止まってますね。いや今から離陸するのか着陸したのかわかんないですが、運航してるんですね。ちょっとわからないですが、ジェットスター、ピーチ、スターフライヤー、ジャル、ANA、いいですね。めっちゃ並んでます。ということで福岡空港到着しました。したんですけど乗り継ぎがね30分しかなくて、もう迫ってるということですね。ちゃちゃっと行きたいと思います。ちょっとねバタバタだったんですけど、搭乗ゲート着きました。もうね搭乗開始しておりましたので、本当にね全然福岡空港どこにも寄れずにそのまま搭乗ゲートに行きます。いやまさにね修行ですね。では行きたいと思います。ということで今回ねバスで搭乗口まで行く方ですね。ってなると置き止めかもしれないですね。これはちょっと楽しみです。はい、すいません。それはね、無事搭乗いたしました。今回ですね、事前情報ではね、お隣さんいない席をね、押さえていたんですけども、その後にね、お客さん入られたみたいで、かなりね、こちらの CRJ700 っていう機材なんですけども、結構狭いんですよね。で、この機材でさすがにね、ちょっと喋るのはということで、ここはね、後から声を入れさせていただいております。今回ね、ボンバリアの CRJ700 という、機材です。まあ、前回もですねこちら乗ってレビューしておりますので、まあ、見たことある方ね、まあ、いらっしゃるかと思うんですけども、こんな感じに、ね、なっております。まあちょっとね、まあ狭めですかね。はい。でこちらがね、安全の修理なんですけども、かなりねベゴベゴになってますね。で今回もね窓際の座席をね押さえておりますので、外のね景色もバッチリね見える座席となっております。それはね間もなく離陸となります。反対側にもですね ANA の飛行機が止まっておりました。こちらもボンバリアですかね。それでは離陸となります。
ということで無事ね離陸いたしました。おそらくねドリンクサービスがあるのではないかと思います。それではドリンクサービスになりました。今回ねアップルジュースねいただきました。とても美味しかったですね。すいません、もう見ていただければね分かる通りなんですけども、カメラの電源がね入ってなくてですね、着陸の瞬間がね撮れておりませんでした。申し訳ない限りです。ということで中部国際空港にですね無事ね着陸いたしました。ということで無事ね中部国際空港到着いたしました。ちょっとね事前の情報だとですね、この中部から福岡から中部まではですね音音さんいらっしゃらないっていうね事前情報だったんですけども、登場したらね音音さんいらっしゃいましたので、さすがにちょっとね喋るのは申し訳ないなと思いまして、アフレコね入れさせていただきました。でですね、この中部国際空港から次札幌までね帰るわけなんですけども、フライトまでねあと1時間ぐらいねありますので、確かここにはね ANA と JAL ラウンジが一緒になったラウンジが確かあるはずですよね。ということでしばらくねそこで待ってから搭乗ねしていきたいなと思います。中部国際空港ね思った以上に全然人いないですね。もう2時半とかそのぐらいになってますんで、まあこれから夕方にかけていきますからね、これから増えてくるのかな。今のところはですね全然お客さんいらっしゃらないですね。かなり空いております。ではラウンジの方にね行きたいと思います。ちょっとね動画が公開されてる時にやってるかどうかわかんないんですけど、これねアンケート答えると酒もらえますんでもらっておきましょう。ちょっと行ってきます。ということで無事ゲットしました。先ほどの看板に書いてある QR コードを読んでですね、そこでアンケートを答える。でそうするとねクーポン画面になりますんで、350円以下のね飲み物だったら何でも無料ということで、私はねお家に着いてからのお酒にしました。でですね、使えるのはここの ANA フェスタだったり、ここのねブルースカイだったり使えますので、ぜひね無料でもらえますので利用してみてください。まあせっかくもらえるんだったらねもらっておきましょう。アンケートもね本当に 1,2 分で終わりますので、ここに看板に書いてある QR コードを読めば OK です。では ANA ランチ行きます。こちらですね、セントリアエアラインランチ。ではここでね本当に5分ぐらいしか休憩できないですけども、休憩していきたいと思います。それではね搭乗ゲートに着きました。もうしばらくしたらですね搭乗開始になります。今ねだいぶ人が多くなってきましたね。でねこの待合する場所もですねこんな感じで、後ろはね今ちょっと映ってないと思うんですけども、こんな感じでね飛行機はバッチリ見えるんですよ。これはいいですね。見えますかね、ジンベイジェットですね。ちょっとズームして見えるかな。あ、これで見えますかね。はい、いいですね。初めて見えて嬉しい限りです。ということでこのね飛行機たちを見ながらもうちょっとねご覧に待ちたいと思います。搭乗券保安検査場に印字された搭乗順がグループ1番のお客様は9番搭乗口からご搭乗ください。それではね、無事登場いたしました。今回ね、ボーイング737-700 ですね。こちらね、今朝もね、エアドゥで羽田から千歳まで行って、そこから動画撮り始めたんですけど、またね、違う機材ですね。座席配列は33というふうになっておりまして、私は 28、23F にね、座っております。で、モニターはなしで、こんな感じになってます。ここに、ね、安全のしおりが入ってまして、まあ、こんなもんですかね。
足元はこんな感じです。まあまあまあ、先ほどね、さっきの CRJ だったんで、先ほどに比べればだいぶ広いと思います。で、今回もですね、窓際を押さえておりますので、窓の外の景色が楽しめます。スラッシュエアのマスコットキャラクターのね、翼に書いてありますね。かわいい。それではまだね、今回グループ1で登場しましたので、もうしばらくですね、登場待ちたいと思います。ということで、ショートで、ね、モード修行も最後のフライドとなりました。いや、本当に長いようで短かったですね。これで終わってしまうのかと思うと、やっぱりちょっと寂しいですね。まあでも、すぐまた来年になりますんでね、まあ、今回みたいな2回キャンペーンが来たら、またやるかもしれないですね。ということで、ダイヤモンド修行ラストフライトで、ご乗車の皆様、こんにちは。北海道の翼。
皆様、新千歳空港に着陸しました。シートベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。ただいまから全ての電子機器類をご使用になれます。なお携帯電話での通話はお控えください。ありがとうございました。ということで、無事ね、新千歳空港到着いたしました。いやね、長かったような、短かったような、ANA のね、ダイヤモンド修行、とうとう終わりましたね。いや、本当にですね、この修行っていうのは、個人的にはね、本当に大好きなんですけども、まあ、今回ね、国内線ということで、ちょっとね、つまらない部分も結構あったかなと思うんですけども、動画再生していただいて、本当にありがとうございました。まあ、今回の動画がね、まあ、どのぐらい再生されるかちょっとわからない部分はあるんですけども、まあ、今までのね、動画も結構ね再生していただいて本当に嬉しい限りです。で今回のね、千歳から羽田経由の福岡で、福岡から名古屋千歳っていった形で帰ってきたわけなんですけども、私のね獲得総獲得プレーンポイントは、今年はね下駄空き入っておりますんで、スタートがね4万プレーンポイントでしたっけ、結構スタートがね高かったわけなんですけども、合計ね10万と238プレーンポイントがね獲得することができた計算になります。これもね11月なんで、今12月のね終わり頃にならないとね、これ結果わかんないんですよね。ですんで、あの急遽ね足りないみたいな感じになったらね、またどっかね一本乗る感じになると思うんですけど、多分ね何回か計算したんで大丈夫だと思うんですけども、こんなね結果となりました。本当にね皆さんお付き合いありがとうございました。まあ来年も以降もね何かの修行多分してると思いますんで、そちらもね見ていただければなと思います。ということで、ここね新千歳空港ですので、私はね次の便で羽田の方にね帰りたいと思います。ということで、 ANA のダイヤモンド修行ね完了ということで、今回の動画ね終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。